引津駅は長崎県諫早市多良美城下屋にある九州旅客鉄道長崎本線の駅である。市府方面の新線と長与方面の急線が分岐する。駅舎側に短式ホーム一面一線、北側に島式ホーム一面二線と合わせて二面三線を有する地上駅。二つのホームは屋根がついた古線橋で連絡している。バリアフリー化工事により古線橋には エレベーター、ホームにはスロープが設置された。単式ホームに接する形で駅の南側に木造駅舎がある。乗り場は駅舎側からそれぞれ1番乗り場、2番乗り場、3番乗り場である。退避をしない列車は1番乗り場、または3番乗り場に発着する。駅舎は木造平屋の建物となっている。駅構内にバリアフリー化が完了したトイレがあり、駅員に申し出ると 鉄道利用者以外も利用できる。JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅で緑の窓口が設置されている。営業時間は月曜日は15時から20時、火曜日は7時から9時、水曜日は15時から20時、木曜日は7時から9時、金曜日は15時から20時、土曜日は 7時から12時50分。日曜日は15時から20時。出店、JR 九州駅情報一覧2019年度の1日平均乗車人員は1780人で、ある。駅北側に神戸発動機の工場があったが、2007年4月15日に解体されて、更地となっている。駅からやや南に国道34号と、 国道207号が通っており、名古イサハヤ店、丸京久山大店、アクロスプラザ、イサハヤなどの商業施設が 1km 圏内にある。いずれも、県営バスで、駅から徒歩3分で、菊池駅前、同4分で、菊池駅通が存在する。ありがとうございます。